ブラッドラッドは小玉勇気による日本の漫画。ヤングエースにて、ボリューム3から2016年10月号まで連載された。小玉にとっては連載2作目にあたる。略称はブラドラ。キャッチコピーはてめえの地に従え。2015年2月時点で累計発行部数は180万部を突破している。2011年10月から 同作品のスピンオフ作品が発表されているほか、2013年7月には、ノベライズが、角川スニーカー文庫より発売された。ブレーンズベース制作で、テレビアニメ化され、2013年7月から9月まで、放送された。東魔界で、縄張りボスをしているオタクな吸血鬼、スタズのもとへ、ある日、人間の女子高生、龍冬美が紛れ込んでくる。 戸惑いながらにも冬美に会ったスタズは自分の中から湧いてくる気持ちを整理できずにいた。しかし束の間、冬美は縄張り破りに来た魔物に食われ幽霊となってしまう。スタズは自分の気持ちの整理のためにも彼女を生き返らせようと決意する。すべての縄張りを制覇した魔族が住む空中都市。魔界のルールを決める。 側の特権階級たちが生活している。ヘッズが生み出したア空間を拠点とする空間魔術師一家。ア空間には浮遊する島が多数存在し、三つ首のドラゴンの姿になったヘッズが徘徊している。マリモのような生物に乗って移動する。ネーンがスタズ討伐のために雇ったバンパイアハンターを名乗る5人組。しかし本当に、 吸血鬼を買ったことはなく、俺たち G から、もう吸血鬼とか余裕じゃねというシャムキッドの意向で、ヴァンパイアハンターを名乗る。飛行船を拠点としている。スピンオフ小説以下の作品の作画は、すべて河野彼方が担当している。2013年7月1日に、角川スニーカー文庫より発売。タイトルは、原作と変更せず、ブラッドラッドであり、漫画。 アニメのノベライズにあたる。著者は、ヤ坂カで、表紙、口イラストは、アニメ版件であるが、本文イラストは公式スピンオフを担当しているコ野ノ、彼方が担当している。原作の、第4巻の途中まで、アニメにおいては、第6話まであたるエピソードを描いている。全1巻。2013年7月から9月まで放送された。 2013年12月発売の原作10巻に未放送の第 EX 話が収録されたブルーレイ付き限定版が発売。完結後の2017年1月公式サイトにて約1分40秒の完結記念アニメーション PV が公開された。ありがとうございます。